大谷翔平、豪邸騒動、真実を暴く。大谷翔平、豪邸報道、真実と闇、プライバシー侵害は許されるのか。2024年、大谷翔平選手の豪邸報道が大きな話題となりました。フジテレビイットによる新居報道の後、大谷選手は怒りをロワにし、テレビ局の突撃取材やプライバシー侵害に対するが至るしました。しかし、一体何が問題だったのでしょうか。報道された内容と大谷選手の反応。イットは、大谷選手の新居を特定し、その周辺の様子や内装について詳細に報じました。この報道を受け、大谷選手は、プライベートな空間を尊重してほしいとコメントし、強い怒りを表明しました。なぜ大谷選手は怒ったのか。大谷選手の怒りの理由は以下の点が考えられます。プライバシーの侵害、新井の特定や周辺の様子、内装の詳細な報道は大谷選手のプライバシーを大きく侵害する行為と言えるでしょう。う、報道内容の偏り、報道は大谷選手の経済状況や生活スタイルに焦点を当て、彼の選手としての活躍や人間性については触れられていませんでした。報道手法の倫理性、テレビ局は大谷選手の承諾を得ずに彼の新居周辺を撮影し報道を行いました。これは倫理的に問題のある行為と言えるでしょう。社会的な議論、この事件はプライバシーの権利と報道自由のバランス、メディアの倫理的な問題など多くの社会的な議論を引き起こしました。プライバシーの権利、著名人であってもプライベートな空間は守られるべきです。報道自由、メディアは社会の真実を報道する権利を持っています。しかし、その権利は個人のプライバシーを尊重する責任とともにあるべきです。メディアの倫理、メディアは倫理的に責任ある報道を行う必要があります。今後の課題、この事件を通してメディアはプライバシーの尊重、報道内容の公平性、倫理的な報道手法の重要性を改めて認識する必要があるでしょう。また、個人は自身のプライバシーを守るための意識を高める必要があります。ネットの反応、ネット上では大谷選手のプライバシー侵害に対するの声が多く上がりました。一方で、メディアの報道自由を擁護する意見も存在しました。まとめ、大谷翔平選手の豪邸報道はメディアと個人のプライバシーの境界線、報道倫理の問題など多くの重要な課題を浮き彫りにしました。大谷翔平の妻は田中真美子さんって誰。大谷翔平の結婚相手は元バスケットボール選手の田中真美子さん。気になる彼女の素顔に迫る。2023年11月、大谷翔平選手と結婚した田中真美子さん。元バスケットボール選手という経歴を持つ彼女は一体どんな人物なのでしょうか。今回は大谷翔平選手の結婚相手である田中真美子さんについて、彼女の経歴や人物像、そして結婚に至るまでのストーリーを詳しく解説していきます。田中真美子さんのプロフィール。名前、田中真美子。生年月日、1996年4月25日。出身地、千葉県。身長、178センチメートル。ポジション、ガード。所属チーム、富士通レッドウェーブ。2015年2023年。田中真美子さんといえば、元バスケットボール選手として活躍した経歴を持ちます。高校時代にはインターハイで優勝を果たすなど、将来を期待される選手として注目を集めていました。大学はバスケットボールの名門である早稲田大学に進学し、大学4年時にはキャプテンを務めました。その後、富士通レッドウェーブに入団し、プロバスケットボール選手として活躍を続けました。田中真美子さんの魅力。田中真美子さんには多くのファンを魅了する魅力がたくさんあります。卓越したバスケットボールスキル、高校時代から抜群の才能を発揮し、大学時代にはチームのキャプテンを務めるほどの実力を持つ選手でした。リーダーシップ、
大学時代にはチームのキャプテンを務め、チームをまとめる力も持ち合わせていました。明るい笑顔、田中真美子さんといえば笑顔が印象的です。明るく誰とでも仲良くなれる性格で、チームメイトやファンからも愛されていました。大谷翔平選手との結婚。2023年11月、大谷翔平選手と田中真美子さんの結婚が発表されました。結婚の報告を受け、多くの人が驚きと祝福の言葉を送りました。二人の馴れ初めはまだ明らかになっていません。しかし大谷翔平選手が田中真美子さんのことを本当に素敵な女性と語っていることから、二人の間には強い信頼関係があることが伺えます。二人の未来、大谷翔平選手と田中真美子さんの結婚は多くの人の注目を集めました。二人が共に過ごす未来がとても楽しみです。まとめ、今回は大谷翔平選手の結婚相手である田中真美子さんについて、彼女の経歴や人物像、そして結婚に至るまでのストーリーを詳しく解説しました。田中真美子さんにはバスケットボール選手としての卓越したスキルだけでなく、リーダーシップや明るい笑顔など多くの魅力があります。大谷翔平で金騒動、富士の過剰取材は許される。大谷翔平で金騒動、フジテレビの過剰取材は許されるのか。近年メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手の取材をめぐり、フジテレビの過剰取材が問題視されています。2023年、フジテレビは目覚まし8で大谷選手の自宅マンションを特定し、その様子を放送しました。さらに大谷選手がロッカールームで取材を受けている最中に、宮司歩美アナウンサーが偶然遭遇し、その様子を番組で紹介しました。これらの行為に対し、ネット上ではの声が至るし、出禁になるのではないかとの憶測も広がっています。なぜフジテレビはこれほどまでに大谷選手の取材に熱心なのでしょうか。その背景には大谷選手の圧倒的な人気と、それを利用したいフジテレビの思惑があると考えられます。大谷選手は日本人初の二刀流として世界中から注目を集めており、その人気は日本国内でも非常に高いです。フジテレビは大谷選手を取り上げることで視聴率を獲得し、広告収入を増やすことを狙っています。しかし視聴率や広告収入を得るためだけに、選手のプライバシーを侵害するような取材をしていいのか。今回の騒動を通して、メディアの倫理や選手のプライバシー保護について改めて考える必要があるのではないでしょうか。大谷選手は日本の野球界を牽引する存在であり、多くのファンから愛されています。メディアは選手を尊敬し、そのプライバシーを守るという意識を持つべきです。今回のフジテレビの過剰取材は大谷選手だけでなく、スポーツ界全体にとって大きな問題です。大谷翔平最新情報、衝撃の報道が。大谷翔平の新居報道、富士は謝罪は、うちにはネット騒然、真相は。2024年、大谷翔平選手の活躍が注目される中、突如として飛び込んできた新居報道。フジテレビは大谷選手の自宅と思われる建物の映像を流したものの、後に誤報だったと謝罪。しかしネット上では、誤報でもありえない、うちには情報ないのにと疑問の声が続出。一体この報道はどのようにして生まれたのか。真相を探るべく、さまざまな角度から検証していく。まずフジテレビがなぜこのような誤報を流してしまったのか。報道された映像は確かに大谷選手の自宅と見られる場所だった。しかし具体的な証拠はなく、あくまでも可能性として報道されたようだ。その一方でフジテレビは過去にも大谷選手に関する報道出を受けている。例えば2023年には大谷選手のプライベートに関する情報を過剰に報じたとして泣いたる。今回の報道もこのような過去の経緯から、視聴者からまたかという声が上がっている。さらに今回の報道は
大谷選手のプライバシーを侵害しているのではないかという指摘も出ている。大谷選手は現在もメジャーリーグで活躍しており、多くのファンから注目されている。このような状況でプライベートに関する情報を一方的に報道することは、大谷選手のプライバシーを侵害していると言えるだろう。今回の報道はフジテレビの誤報だったことは明らかだ。しかしこの報道を通じて、メディアの報道姿勢やプライバシーの重要性について改めて考える必要がある。大谷翔平の妻、知られざる素顔。大谷翔平の妻、田中真美子の魅力に迫る。大谷翔平選手の妻として知られる田中真美子さんは、その美貌と実力で注目を集めています。しかし彼女は単なる大谷翔平の妻ではありません。バレーボール選手として活躍し、現在はWリーグで活躍する彼女は、アスリートとしての実力はもちろんのこと、高いファッションセンスや知性も兼ね備えています。本動画では田中真美子さんの知られざる素顔に迫ります。バレーボール選手としてのキャリア、プライベートでの様子、そして大谷翔平選手との関係性など、さまざまな角度から田中真美子さんの魅力を紐解きます。大谷翔平の妻という肩書きを超え、一人の女性として輝き続ける田中真美子さんの魅力を、ぜひこの動画で体感してください。動画の内容、田中真美子さんのバレーボール選手としてのキャリア、田中真美子さんのプライベートでの様子、田中真美子さんと大谷翔平選手の出会い、田中真美子さんのファッションセンス、田中真美子さんの知性、田中真美子さんの今後の展望、視聴者の声、大谷翔平選手の奥様ってこんなに素敵な方だったんですね、バレーボール選手としての田中真美子さんの姿も見てみたいです、田中真美子さんのファッションセンスがすごい、大谷翔平選手との馴れ初めが気になります、田中真美子さんの今後の活躍が楽しみです。動画を見たあなたへ、この動画を見て田中真美子さんの魅力を感じていただけたでしょうか。彼女は単なる大谷翔平の妻ではなく、一人の女性として輝き続ける存在です。大谷翔平で金報道、フジの過剰取材は許せない。大谷翔平とフジテレビ、その確執の真実。2023年メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手を取材したフジテレビが、突如としてデキンという報道をされました。一体何が起きたのでしょうか。フジテレビは大谷選手のプライベートな情報を過剰に追いかけ、彼とその家族に多大なストレスを与えたと言われています。大谷選手の妻である加納舞子さんへの執拗な取材や、新居の住所を特定した報道など、その行為はどう起こしていたと多くの声が上がっています。その結果、大谷選手はフジテレビへの取材を拒否し、出禁状態になったと言われています。一部ではフジテレビが視聴率獲得のために過剰な取材を行ったという声も上がっています。しかし大谷選手やその家族への配慮を欠いた報道は決して許されるものではありません。今回の事件はスポーツ選手のプライバシー問題やメディアの倫理について改めて考えさせられる出来事と言えるでしょう。大谷翔平選手は日本の宝であり、世界中から尊敬を集めるアスリートです。彼とその家族のプライバシーを尊重し、過剰な取材はやめましょう。フジテレビは今回の事件を教訓とし、メディアとしての責任を改めて認識する必要があるでしょう。ネット上ではフジテレビの過剰取材に対する的な意見が多く見られます。プライバシーの侵害だ、フジは反省すべきだ、大谷選手がかわいそうといった声が多数寄せられています。また今回の事件はスポーツ選手のプライバシー問題に関する議論を巻き起こしています。今後スポーツ選手への取材においては、プライバシー保護の重要性をより一層意識していく必要があるでしょう。今回の事件はメディアの在り方について私たちに多くのことを教えてくれました。情報公開の重要性と同時に、プライバシー保護の必要性も忘れてはなりません。衝撃のプレー連発。
大谷翔平伝説再び。大谷翔平の衝撃プレー。番付で振り返る2024年活躍。2024年、大谷翔平選手はメジャーリーグで再び驚異的な活躍を見せ、ファンを魅了しました。その中でも特に記憶に残る衝撃のプレーをフジテレビの番組を参考に独自の番付形式で紹介します。大谷翔平の2024年衝撃のプレーの数々。大谷翔平、ついにホームラン王に輝く。2024年、大谷翔平選手はシーズン序盤から驚異的なホームランペースでファンを興奮させました。特にあの伝説の逆転ホームランは今でも語り継がれるほどの衝撃的なプレーでしたね。本塁打王のタイトルを獲得するのか、それとも。大谷翔平選手のホームラン数はシーズンを通して注目を集めました。もはや投手も超一流。投手としても大谷翔平選手はメジャーリーグでトップクラスの活躍を見せました。100マイル超えのストレートとキレのある変化球で打者を翻弄。打者としても投手としてもトップレベルのパフォーマンスを見せる大谷翔平選手はまさに二刀流の怪物。2024年も大谷翔平選手の投手としての活躍はファンを魅了しました。大谷翔平、メジャーリーグの歴史を塗り替える。大谷翔平選手の活躍はメジャーリーグの歴史に新たな1ページを刻みました。投手と打者の両方を最高レベルでこなす、その姿は多くのファンを魅了し、メジャーリーグの歴史に大きなインパクトを与えました。大谷翔平選手はもはや伝説と呼ぶにふさわしい存在です。大谷翔平、日本中を熱狂の渦に巻き込む。2024年シーズンも大谷翔平選手の活躍は日本中を熱狂の渦に巻き込みました。日本のファンはテレビやインターネットで大谷翔平選手のプレーに熱中し、その活躍を心から応援しました。大谷翔平選手の活躍は日本中の野球ファンに大きな喜びと感動を与え、野球人気のさらなる高まりにつながりました。大谷翔平、世界中の野球ファンを魅了する。大谷翔平選手の活躍は日本だけでなく世界中の野球ファンを魅了しました。アメリカ、カナダ、そしてヨーロッパなど世界中のファンが大谷翔平選手のプレーに注目し、その活躍を称賛しました。大谷翔平選手はまさに世界のスターです。大谷翔平、未来への希望。大谷翔平選手の活躍は若い世代の野球選手たちに大きな希望を与えています。投手と打者の両方で活躍する大谷翔平選手の姿は多くの若い選手たちに夢と目標を与える力強い存在となっています。大谷翔平選手はこれからの野球界を担う未来の希望です。大谷翔平、伝説は続く。2024年、大谷翔平選手は再びメジャーリーグの歴史に名を刻みました。その活躍はこれからも多くの人の記憶に残るでしょう。大谷翔平選手の伝説はまだまだ続く。大谷翔平の妻、田中真美子さんって。大谷翔平の妻、田中真美子さんってどんな人？経歴や魅力を徹底解剖。大谷翔平選手の奥様である田中真美子さん、その名前は知っているけど、どんな人なのかよく知らない方も多いのではないでしょうか。今回は大谷翔平選手の妻である田中真美子さんについて経歴や魅力を徹底的に解説していきます。田中真美子さんといえば元バスケットボール選手として活躍していたことでも有名です。彼女は高校時代からバスケットボールを始め、大学では日本大学に進学、大学では主将を務めるなどチームの中心選手として活躍していました。卒業後は実業団チームのトヨタ自動車アンテロープに入団し、プロとして活躍していました。しかし2023年に
結婚を機に現役を引退。現在は大谷翔平選手を支える良きパートナーとして活躍しています。田中真美子さんといえば、その美貌も話題です。彼女は元バスケットボール選手ということもあり、スタイル抜群。さらに笑顔が可愛らしく、まさに才色兼備という言葉がぴったりです。そんな田中真美子さんですが、実は大谷翔平選手と結婚するまで公の場で顔出しをしてきたことはありませんでした。しかし結婚後、大谷翔平選手の試合を観戦する姿やイベントに同伴する姿などがメディアに頻繁に報道されるようになりました。そして田中真美子さん自身も徐々にメディアへの露出を増やしています。現在では自身のインスタグラムアカウントを開設し、積極的に情報を発信しています。田中真美子さん自身のアカウントでは、日常生活の様子や大谷翔平選手とのツーショット写真などを公開しています。これらの写真から田中真美子さん自身の性格や大谷翔平選手との仲の良さを感じることができます。また田中真美子さん自身も積極的に情報発信をすることでファンとの距離を縮めようとしています。田中真美子さん自身も積極的に情報発信をすることでファンとの距離を縮めようとしています田中真美子さん自身も積極的に情報発信をすることでファンとの距離を縮めようとしています田中真美子さん自身も積極的に情報発信をすることでファンとの距離を縮めようとしています田中真美子さん自身のアカウントでは、日常生活の様子や大谷翔平選手とのツーショット写真などを公開しています。これらの写真から田中真美子さん自身の性格や大谷翔平選手との仲の良さを感じることができます。また田中真美子さん自身も積極的に情報発信をすることでファンとの距離を縮めようとしています田中真美子さん自身も積極的に情報発信をすることでファンとの距離を縮めようとしています田中真美子さん自身のアカウントでは、日常生活の様子や大谷翔平選手とのツーショット写真などを公開しています。これらの写真から田中真美子さん自身の性格や大谷翔平選手との仲の良さを感じることができます。大谷翔平の真実、フジテレビ報道。大谷翔平の新居報道、一体何が問題なのか。2024年、大谷翔平選手のロサンゼルスでの新居報道が大きな話題となりました。フジテレビ系列の目覚まし8は、大谷選手の自宅周辺を執拗に撮影し、さらには自宅の外壁にまでカメラを向けたことが大気魔を浴びました。なぜフジテレビはこのような過剰な取材を行ったのでしょうか。その背景には、視聴率獲得のための過熱した競争があると言われています。日本のテレビ局は視聴率が命。特に近年はネット配信サービスの台頭により、テレビ離れが加速しており、各局は視聴率確保のために必死になっています。このような状況下で、大谷選手のような人気選手は各局にとって視聴率の宝と言えるでしょう。彼に関する情報は視聴率に直結するため、各局はこぞって大谷選手に関する情報を独占的に報道しようとします。しかしその過程で、選手や家族のプライバシーを侵害するような行為まで行われてしまうのです。今回のフジテレビの報道はまさにその典型的な例と言えるでしょう。彼らは視聴率を獲得するために、大谷選手のプライバシーを無視し、執拗な取材を続けたのです。しかし忘れてはいけないのは、大谷選手も一人の人間であり、プライバシーを尊重される権利を持っているということです。選手が安心してプレーに集中できる環境を作るためには、メディアの責任ある報道が不可欠です。今回の報道はメディアの倫理、そして報道におけるプライバシー保護の重要性を改めて考えさせる出来事でした。視聴率至上主義に陥り、選手の人権を軽視するような報道を私たちは許してはいけません。メディアは報道を通して社会に貢献するという使命を自覚し、選手や家族のプライバシーを尊重した報道を行うべきです。